どうも皆様ごきげんようクです。それではポケモンレジェンズアルセウス続きプレイしていきましょう。ですね、図鑑めちゃくちゃ進めました。こっからパッと見てもわからんか。そう、日の嵐とミジュマルもちゃんと育てたし、その他とうとう、あ、ブイズもね全部育てました。時間がちゃんと埋まってないように見えるけれども、これはね報告したら色がつくはず。見ましょう。ポケモン26匹捕まえたのですね、報告をお願いするのです。さあ、じゃあ報告いたしましょう。捕まえたポケモン自体はそんなに、まあ、俺はここにポケモン育てに来たからね。はい、調査が進んだようですね。早速報告してください。ふむふむ、なるほど、得られた情報で図鑑を更新しますということで、ミジュマル、日の嵐とか出る、ちゃんと出る。あ、発見順になってんのか。図鑑順にすればいいと思うな。ほらね、マグマラシ、爆風、ミジュマル、フタチマル、大元気ね。ブイズもちゃんと埋まりました。クロバット等も揃っておりますね。はい、こんな感じでよろしいんじゃないでしょうか。ギャラドス埋まったね。はい、こんな感じです。いいんじゃないかい。これいったでしょ。よし、 OK、 OK、 すごい成果です。団員ランク昇格ですね。島星隊長に報告するのです。ということで、まず村に戻りましょう。はい、銀河団に到着いたしました。では、はい、図鑑を確認してもらいましょう。いいんじゃないかい。だいぶいい感じよ。上から順にもうモンスターボールついているところがもうだいぶ多いもんね。110種類か。それでも半分、ようやく半分ちょい超えぐらいかね。そんなもんか。はい、初任するランクアップの手続きだ。OK です、ありがとうございます。9つ星。いやー、めっちゃね売られ作業したよこれ。9つ星となった。調査報告で得られる報酬も多くもらえるようになった。進展する。不思議な飴10個。おー、頑張れ石20個。あれ、レシピは何ももらえない感じですか。そっか、うん、あ、そう、依頼メモが貼られている。見てみましょう。グレッグルの毒に効能あり。はい、グレッグルの毒を使った薬を作るそうです。医療隊のキネさんから話を聞いてお手伝いをお願いいたします。キネさんね。はい、パチリスの戦い方。パチリスの戦い方について警備隊敏郎さんから依頼があります。まずは話を聞いて調査に当たってください。パチリスね、ようやく見つけたんですよ。やっぱ新しいポケモン捕まえないと依頼って発生しないっぽいな。その辺も注意したいところですね。さて、君はまだ進化しないのかい。あ、いや、お疲れさん。君のおかげでアゲマルと仲良くやってるよ。進化する？おー、毒ケルに進化した。おめでとう、アゲマル。よかったね、よかったね。どんな姿でも、どんな姿でも俺の相棒だよ。でもあだ名は変えてあげたいな。ポケモンにつけたあだ名を手持ちのポケモンを変えれば、手持ちのポケモンを選べば変えられるよな。変えてあげてください。さて、発生している任務自体はないかな。とりあえずどっちか行こっか。芸術の戦場のプレート行こっか。まずは本編ちょっと進めよ。話はそれからだろう。はい、天眼の山麓やってきました。ここですね。お、あれ、なんで夕顔さんがいるんだ。あえて尋ねるが、あなたはクレセリアなるポケモンを存じていたりするのかい。はい、まあ、全身三日月みたいなポケモン。まあ、まぐれとはいえ椿に土をつけたのだ。それぐらい知っていて当然ですよね。クレセリアは三日月の化身とも呼ばれるポケモン。その羽は、三日月の羽といって、持って寝ると素晴らしい夢を見ることができると伝えられているの。へえ。
そのクレセリアなるポケモン、芸術の戦場に舞い降りたため洞窟キングマルマインが隠れ、椿は心配で眠れないのですが、あ、出たの。あなたならクレセリアを捕まえ三日月の羽を得られるのでは。マルマインのためにクレセリア捕まえてくれよ。素直に頼め。まあ椿の世話をするキングマルマインの戦場を好むとはなかなかに分かるポケモンのようだけどね。行ってみよっか。ああもう自動で行ってくれんの。かわいい。え、どういうこと？そういう感じ？え、こっから狙えんのかな。ちょ、一回やってみよっか。弾かれた。気づかれたね。おームーンフォースか何かですか、それは。なんだなんだなんだ、うわっ、かけてきた。よしよし、いって、めっちゃ追っかけてくるやん。はい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 、木に当たりはすんのね。おうおうおう、3回4回、うわっ、あぶね、5回、オッケー。待って、メガトンボールだけどどうだ。ちょっと待ってね、アイテム整理しとかないと。はい、どうだ、ダメですか。はいはいはい、もう一回来るだろ。オッケー、1、2、ここどうだ。うん、ダメか。突進してくるかな。虫食いでいいでしょ。技が発露していただけか。おれやっと、OK、さあどうだ。よし、ふぅ、 OK です。コワモテプレート、ゴーストのプレートだ。あ、違う、悪か。あらあら、三日月の羽ではなく何かしらの力を感じる板ですね。三日月の羽がもらえなかったのは わしたちには必要ないという意味かしら。うん、なかなかの腕前だね。さすが椿に土をつけたやつ。そのような強者を相手にしてこそ椿もキングも鍛えられるというもの。えない、ポケモンバトルする。わしの集落のみんなに羽の意味でも解いてきますかね。芸術の戦場のプレート、はい、 OK です。小木手に教えてもらった話によるとプレートは残り1枚だ。結構刺さって捕まったから、もうそうだな、喫茶機神殿行っちゃうかね。さて、喫茶機神殿に到着いたしました。ここでレジギガスですね、おそらくを捕獲します。ここに確か関さんとかいたような気もするが、はい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 、もうこっちはもうポケモン裏で育てまくってさ、レベル95になってんのよ、ガブリアスが。大丈夫だから。さあ、あ、できた。岩石プレート、鋼鉄プレート、つららプレートが扉に反応した。なるほどね。レジロック、レジスチル、レジアイスのプレートね。これでいいかな。はい、よし、じゃあここからは完全に未知の世界、
行ってみよう。またなんか謎解きでも発生するのかな。うーん、お鬼氷とかいるじゃん。レベルが高いんだったら捕まえてちょっとでも金お金稼ぐのもいいけれども、研究レベル54か。ほい、これよ。先手が取れれば勝てるはず。 OK、 炎の牙、はい、 OK、 これで吹雪を食らうことはなくなったね。んー、ちょっと痛い。でも食らったのは15だ。地ならしでいけるでしょう。3回もいけるよ。 OK、 はい、ありがとうございます。3匹もおる。これよ。さてさて、3対1だけど問題はないでしょう。はい、みんな炎の牙でやっちまいな。 OK、 ラスターカノン鋼ね。 OKOK、 うーん、ロータ君は遅いからもう一回いけるね。はい、 OK です。うん、3対1でも特に問題はない。 OKOK、 頑張りの砂、頑張りの砂利もらえるのはありがてえわ。お、もういる。あー、セーブしとこう。なんだなんだあのでっけえのは。ポケモンなんだけど、わさびの千里眼では、うん、ポケモンだよ。まあ、うん、そうだね。私の千里眼で動き出す姿が見えたもの。行くか。こういうことでしょ、多分。あ、違う。え、ポケモンバトル？あ、ポケモンバトルっぽいな。あ、ポケモンバトルだ。そっか。おお。スロースターター。え、スロースターターかかってる。スロースターター、OK。調子が出るまで攻撃と速さが半分になる。あ、いいね、いいね、いいね。いや、倒さずになんとかやりたいところだけど、まあ、地ならし早技で連打して、様子見よう。ノーマルタイプでしょ、一応。OK、OK、OK。いいね。はい。ダメージをちょっとずつちょっとずつ与えていく感じで、あと2回は OK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 。 いいよいいよいいよ。3回連続で攻撃できるじゃん。スロースタートだからなあいつな。でもう1回食らわせて、であとはモンスターボールを投げる。よし、いいでしょう。これで捕まえたでしょう。うーん、出ちゃった。もう一回、さあお願いします。 A ボタン連打。あー、うーん、出ちゃう、出ちゃうか。ギガインパクト、もう2回目食らっても問題ないと思うけれども、ふむ、一回道具ハイパーボール試して、はい、頼む。うわー、これ力が上がるんじゃないか。道具ですごい傷薬ガブリアスに使おう。よし、そろそろスロースタートが効かないんじゃないかい。はい、頼む。それとも状態異常かけないとダメか。うーん、ダメだね。レベル差はそこそこあるはずなんだけどな。一応すごい傷薬使っとくか。もう一回
そろそろスロースタートが切れるはずだ。まだ耐えられるね。よしよしよし、道具、はい。他のポケモンに変えるのもありっちゃありだけど、技を見てみよう。鉄壁。いや残念ながら催眠術とか持ってるやついねえな。やけどとか霜焼けだったらいざ知らず、でもそれだと倒してしまう可能性あるから、ハイパーボールで粘るしかないわ。お願いします。よし、 OK です。まっさらプレート、これはノーマルかな、ノーマルタイプの石板ね。はい、大地の巨人って感じのごっついポケモンだったよな。調査隊の仕事だね。クーさんが捕らえたポケモン、どんなポケモンかな。図鑑の完成が楽しみ。ああ俺も学者先生の文章楽しみにしてるからよ。じゃあねクーさん、また遊ぼうね。超笑顔。喫茶神殿のプレート、 OK です。メイン任務これで全て終了しましたね。小人のイオリに戻ろう。全てのプレートを求めてようやく終わったね。 OK です。では出ましょっか。どこに行けばいいの。こっから戻ればいい？わかりました。さあ、イニシエの隠れ里を帰ってきましたよ。ここで報告をしましょう。はい。ふう、プレートやらは集まったのか？一応教えてもらったものは全部。クーさんは敏腕の調査隊員ですからね。さあ他に情報は、プレートの情報を教えてください。そうじゃな、木材を三つごろ都合してくれぬか。木材がプレートと関わりがあるというのか。いやクーさん、とにかく集めましょう。自分商人ですがあいにく持っていませんので。木材ね、あれだよね、なんだ、ポケモンのこけしにさ変えがちだからさ、木材って不足しがちなんだよね。でもね、クエストでね、何要求されるか分かんないから、俺ね、作りすぎないようにしてたんだ。だから、星の砂も83個あるし、ほら、赤いかけらも結構集まってるんですよ。で、木材もめちゃくちゃ持っておいたので、全然余裕でありますよ。はい。貯めておいてよかったね。はい。翡翠も銀河団やら人が増えて、賑やかになってきたの。木材じゃが3つほど都合できたのか。はい、これはこれは、うん、木材3個の秘密とは。別に木材関係ないと思うけどね。大げさな、そんなものなどないぞ。まな板を新調するだけじゃからの。はあ、まな板、こちらは板は板でもプレートを探しているのです。仕事はサボるわ、文句は多いわ。一応町会の銀杏もさぞ苦労しておるのだろうな。ほれ、く、木材を集めてくれたダチンじゃ。いや、プレートかよ。フェアリータイプの石板。はい。プレートじゃねえか。いや、プレートですよ、これ。うん。いや、キャラ変わったな。プレートをちょいと見せるのじゃ。そなたが集めているというプレートと同じ形じゃの。何やら文字が刻まれていての、微妙な使い心地じゃった。まな板のつもりだったのそれ。だが切った食材の味が良くなかっ、ん？良くなったのもまな板。いや、プレートのおかげだったのか。ああ、フェアリータイプの特性ですかね。もう話すことはない。あとはどうするのじゃ。プレートですがかなり集まったようですね。残りは確証はないのですが、神なぎ陣跡はどうでしょう。ディアルがパルキアの像があり、何かしらゆかりがあるのではと。なるほどな。伊達に遺跡巡りはサボっておらんの。よし、行け。クエさん、神なぎ陣跡です。ほれ、神なぎ陣跡に行け。そこでどうなるか楽しみじゃの。さて、神話の遺物は今の人に何を伝えるのやら。
神話の遺物ね。さて目的地付近までやってきました。祈りの広場ですね。クーさんこちらですよ。リアルがパルキアの像と比べ遠く離れた場所に壊されたまま置かれた像、何を表しているか分かりますか？さっぱり。ほう、ディアルがパルキアに打ち勝った最強のポケモン使いでも知らぬことがあるのですか？壊され朽ちた像はディアルがパルキアと同格にて追放されたというポケモン。ギラティナを模したもの。暴れ者ゆえ世界の裏側に潜んでいましたが、いつかアルセウスに牙を向こうとした存在のようです。なるほどね。さてもしギラティナなるポケモンがアルセウスに挑むとしたらどこに姿を見せるでしょうか。まあアルセウスがいる場所じゃない、神謡神殿。そうです、天に近い場所、そして時空の裂け目が生じた場所です。まあそりゃそうでしょうね。いや世界の秘密に近づいているのではという高揚が自分を饒舌にします。自分幼き頃より辛いことや悲しいことがあるとなぜこんな目に遭うのかとひたすら考えたものです。ほう、まあ皆さんそうですよね。それで自分は自らの好奇心向上心に忠実であることを選びました。強く興味を惹かれたのは神話、歴史、遺跡などです。なぜならそれらを調べることで世界の成り立ちが分かればより良い世界の創造も可能ではといったことを無双しましてね、はあ、さて世界の裏側が見つかれば荒ぶる神の子と出会えば神王様のことを何か分かるやもしれませんね。さあ今一度天眼山神王神殿に向かうとしましょう。ディアルがパルキアが裂け目より現れたことにより何かプレートに関するものが出現しているかもしれません。あ、ちょっと待って、ロトムおるやんけ。おいおいおい、嘘やろ。え、急だね、急だね、びっくりした。え、ロトムここに出てくんの、びっくりした今。どうしよう、とりあえず変な動きしてんなあいつ。もう目隠し玉だよまずね、やるべき。でズリの実をヒュッといけるか、ズリの実食べる、ほらいけるか。おお、やった、ロトム、マジか。あ、そっか、図鑑あれか、博士に見せてからじゃないとできないか。ロトム、びっくりした、ここに出るんだ。だいぶ下の方でしょロトム。あれそんなことね、あれそんなことない、あれ普通に出てくんのロトム。あ、194番。あ、祈りの広場と列石峠、あ、普通に出るんだ。もっとレア度の高いポケモンかと思ってたけど、祈り、列石峠、どこ？ここか、列石峠と祈り見れば、そうなん。初めて知ったわ。じゃあ、あれだね、この辺に来たときは一応、足運んだ方が良さそうだね。はい、神王神殿、到着いたしました。ウォールさんが先に待ってますね。はい、OK です。神殿も壊れ、まるで槍の柱ですね。ギラティナですが、どうやらいないようです。まあ、そんなタイミングよく来ないでしょう。どうかしましたか？いや、失礼、どうかしてるのは私ですね。私、ウォールの本当の目的をお話しすべきですが。お話しすべきですか。私はアルセウスの存在を確信した時からどうすればアルセウスに会えるのか、それだけを考えておりました。
アレセウスに挑もうとしたギラティナを探し出し、地球の裂け目を開けさせたのもその一つ。壁画に残されていたように善なる神のかけらをあなたに集めさせたのもその一つ。神のかけらたるプレートは18枚、あなたが持っているのは17枚、ではあと1枚は。ほさあ、集めたプレートをよこしなさい。私が全てのプレートを揃えます。アルセウスみたいな髪型しやがって。私はアルセウスに会いたいという好奇心を抑えることなどできない。なるほどね、お前が全部の黒幕か。アルセウスに会うことができ、さらに従えることができたならば、より良い世界を想像できるか試す。もっとも世界を改めて想像するなら、非正地方は一瞬にして無となる。あなたもあなたの知る人やポケモンも存在しなかったことになるでしょう。世界が消えるのを止めるなら私と戦え。もっともあなたにその気がなくてもプレートを奪うため挑みますがね。おお。うわ。お前さ、リーグチャンピオンの時と同じポケモン使ってきやがる。うわ、この曲か。もうちょっと技構成どうにかしてたけどな。それだったらまあ地ならしでいくか。様子見よう、どれくらいダメージが通るのか。レベルは全然差はあるけれども、はいはいはい、普通に通るね。じゃあ普通に技放てば倒れるんじゃないか。よし、あっ、であぶね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 。油断してるんじゃないよ。ダメだよ、ダメでかかったら。ミカルゲもう持ってんのかよお前。うわー、ポケモン構成がもうさ、うわ、ちょっと待って、それは怖っ。しかも飛行タイプだから地ならし効かねえや。うわ、ドラゴンクローも効かねえ。炎の牙か。はい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 。いや、なんならこれポケモン入れ替えるべきでは。ルカリオ、格闘どうだ。格闘ダメなんだよな。ドラゴン鋼だったらどうだ。立てこもるからの、あ、これいいかもな。ちょっとガブリアスは切り札だから、トゲキスに頑張らせてやられるわけにいかんわ。はい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 、瞑想ね。で、相手の方が圧倒的に速いんだよな、これ。まず鉄壁で確実に、はい、やられないように守りを固めておこう。 OK、 そんなに食らわんやろ。よし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 、いいよ。で、アイアンヘッド、フェアリータイプには剥がねえよな。いいよいいよ、おーい、いいよいいよ。よし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 、早技使えばもう一回行動できる。 OK、 でその後力技、これで倒せるはず。決まった、 OK です。ただ鉄壁張り直さないといけないんじゃないかな。次のポケモンはルカリオ。ちょっとやばいな、岩剥がれながら格闘タイプ4倍だよ。HP で持ってくれた。うわ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 、やばい、耐えられないよね。そうだよね。さあ、ルカリオ対決だ。対面です。俺のルカリオの、俺のルカリオの方が、俺のルカリオの方がでかくない？いいね。マッハパンチで、はい、どんどん速くしていこう。もう打つべし、打つべしよ。よし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 、いいよいいよいいよ。もう一発。ニューファイトなんてな、簡単に使わねえんだよ。ここぞという時を使っていいな。
よし、いいよ。メインで岩斧、火炎放射来たらちょっと怖いけれども、岩タイプ入ってるから、マッハパンチいいでしょう。一発じゃ沈まないはず、お互い。よし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 。力技、ちょっときついな。大奮撃、やばいな。力技。そっか。大奮撃に熱中している。熱中効果あんのかよ。3本の矢。ネメリゴン立てこもるからのハイドロポンプがいいんじゃないでしょうか。でかいなネメリゴン。 OK、 よしよしよし。で、はい、煙幕ね。当たりにくくなったところでハイドロポンプ力技で、はい、これで落とす。よし。もうこの神殿から押し流されるほどの勢いだと思うんだけどね。ガブリアス、はい。鋼ドラゴン。きついね。急所に当たってそれか。おっと、いや、つらい。竜の波動。早技でも変わんないか。いや、もう一回食らう可能性あるから、もうここは竜の波動力を押され、少しでもダメージを与えておこう。あー、 OK、 落とした。素晴らしい。ヌメルゴの煙幕が溶けた守りの力が戻ってしまった。次のターンでやられるかな。ロズレード、はいはいはい。鋼ドラゴンだからこれは、あ、厳しい。足元にまきびし散らばった。そんなことはないか。草毒でしょう。毒タイプの技は効果抜群で来ちゃうと思うんだけど、ちょっと一回バサ切りで様子見よっか。バサ切り、剣の舞、普通に剣の舞、これ攻撃力上げといて、花びらの舞、はい、よし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 、いいよいいよ。ツバメ返し、まず早技。よし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 、終わった。はい、力技。おしまいだ。OK でーす、ありがとうございます。なぜあなたごときがアルセウスの加護を得ているのだ。え、加護を得ているのこれ。まあいいけどさ。ガブリアスだけでは押し通せなかったか。なぜだ、なぜなのだ。世界を作った存在として、大いなる好奇心の対象として神話を調べ、がこれほどまでにアルセウスに浸水しているというのに。別にポケモンには知ったこっちゃないからね、そんなの。よそ者ね、軸の裂け目から落ちてきたのはこの時のためか。まあ、ある意味でもここに落とされてきたのはアルセウスの選択とも言えるよね。いいえ、まだ終わりではありません。感じませんか、神壇からサムから占める異様な気配を。おビシャーンっていうのはなんかこぼしましたか。これは来たね。お来たね。キラキラダハセや。お前のポケモンではないと思うけれど。ポケモンバトル？キング戦みたいな感じじゃないのか。あ、ちょっとこれきついな。え、捕まえないといけないかなこれ。あ、しかもやばいよこれ。相手もゴーストタイプの技使ってくるでしょ。ちょっと待ってね、これね、一回ね、150回復で間に合うか。いや、マンタの薬使っとこう。 OK、
相手の攻撃でどれくらい来るのか。早技、はい、2回ぐらい来そうだな。どうだ、効果抜群でそれ、はい、OK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 。 うーん、急所に当たった。いや、きついわそれ。ちょ、申し訳ないけど何回も食らわせてごめんな。よし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 、ここでようやくいける。ドラゴンクロウだよね。ドラゴンクロウ早技でガンガン打っていくか。 OKOKOK。 もう一発普通に打っていいんじゃないかこれで。体力十分減るやろ。よし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 。で道具使って回復させて OK で、はいはいはい、耐えてで道具で、あ、勝利するしかないの。あ、なんだったらさっさと終わらせてるよ。捕まえないのかーい。おいおいおい、フォルムチェンジかよ。いいね。わっ、でもガブリアスやばいんじゃないかそれ。まずいなまずいな、大丈夫か。2回連続ね。 OK、 勝つしかないんだろ、勝つしかないんだろ、勝つしかないんだから。OK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 。 いや、ゴリオス、お前なら勝てる。よし、今度こそギラティナをやっつけた。うわー、フォルムチェンジもしてくるのか。いやいいね。逃げるとはなんと不甲斐のない。お前がアルセウスに挑むと言うから力を貸してやったというのに、時空空間の神を土地狂わせ創造神を引きずり出すために時空の裂け目を開けるきっかけを作ってやったというのに。なぜだなぜなのだアルセウスよ、心あらば教えてくれ。古代神王神の血を引く私の何がダメだというのか。古代神王神、はあ、そもそもこの世界は想像し直す必要などないのか。ないと思うよ。このような時でも私は好奇心を満たさねばならない。クーさん、あなたには夢があるのか。うん、そうだね。そうか、あるのか。私の夢はきっと、あなたの夢はきっと私とは相入れない。私はポケモン使い、あなたはポケモンと共に戦うもの。私は結局一人でしたが、あなたは違う、ポケモンと共に夢を叶えるのでしょう。私の物語の始まり、ギラティナから受け取ったプレートもくれてやりますよ。私の物語、今の敗北で終わりを告げるのですから。素直だね。もののけプレート、ゴーストタイプのプレートだ。なるほどね、ゴーストタイプの石板が最後だったのはギラティナのせいか。すべてのプレートを求めて達成しました。翡翠の地にあるとされるすべてのプレートが集いましたが、お、何それ気持ち悪。神投げの笛が天界の笛に変化した。オカリナにしては形状がもう何だろう、ウミウシっていうかドリアンっていうか変な形。それはそれは、まさか天界の笛、アルセウスはあなたなんかと会うというのか。そのためにもあなたを招いたというのか。見たくないですよ、アルセウスとあなたの開口など。ましてやあなたがアルセウスに勝利するなど認めるわけにはいかない。いつか、いつか、いつの日か、翡翠地方のポケモン全ての神話、その謎を解き明かし、アルセウスに会ってみせる。いや、従えてみせる。何年何十年何百年かかったとしても。うん、
アルス神と呼ばれるポケモン。そっか、全てのポケモンに出会い、新王朝の最大の不要、全てのポケモンに出会いか。ちょっとだけちょっとセーブして、ちょっとだけ、全てのポケモンに出会いか。展開の不要を吹きますか。吹いてみよう。多分会えないでしょ今は。そんな吹き方でいいの。え、開く、開かないでしょ。何も起きなかった。そうだよね。アルセウスフォン、メッセージが表示された。すべてのポケモンと出会え。すべてのポケモンと出会わないと、あのお前とは会ってやんねえよっていう、今なんかこうセリフですかね、アルセウスからの。オッケー、じゃあとりあえず戻ろっかな。はい、あ、ロトムか、捕まえたの。あ、待てよ。ということはギラティナも捕まえないといけないのか。ギラティナどこで捕まえないといけないんだ。ロトムはまあまあいいよ。バサギリ、ロズレード、ヌメルゴン、ガブリアス、ロトム。あれ、ギラティナがない。ギラティナないんだ。とりあえず村に戻ろう。お、イベント発生した。オッケー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 。お、なに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 、デンスキさん。はい、聞いたか。群青の海岸のどこかに大きな影が現れ、そして消えたそうだ。お、ギラティナか。クーさん、ウォロさんと神王神殿につい行った。その後は時空の裂け目のことについて話をする。なるほど。では群青の海岸の影はポケモンギラティナでしょうか。調査ですね。群青の海岸といっても広いからな。心当たりはあるのか。あ、サブ任務なの。でも分かったかも。いや、あるわ。ああ、なんか、どうしよう。マイナスで、群青の海岸の、こっから見れる？あ、見れるね。隠れ泉の道っていう、戻りの洞窟っていうのがあるんですよ。ここじゃないか。ここね、まだイベントね、何も発生してないんですよ。多分ここだわ。海辺の小穴もちょっと気になるけどね。マナフィーもね、まだ捕まえてねえんだよ。その辺まだまだイベントたくさんあるんだな。オッケー、じゃあサブイベントだけちょっと発生させて、サブイベント違う、あの任務、サブ任務をやって受けて、それで終わろっかな。あ、何、なんか発生してる。こっちはこっちで。あ、何、ウォロが何をしでかしたのか、今教えてもらっていたのじゃ。うん、あいつのことは忘れろ。情熱が過ぎるとおかしくなる。ただそれだけのことよの。情熱ね。ところで、そなたポケモンの調査とやらは進んでおるのか。半分以上は、まあまあまあ、確実に進んではいる。姿勢にはまだまだ面白いポケモンがおるのじゃ。ふう、どのポケモンについて話をしようかの。ああ、トルネロスはの、大嵐を巻き起こしながら四方八方を飛び回るポケモン。純白の凍土が吹雪ならトルネロスがいるかもの。純白の凍土、なるほど。ボルトロスはな、雷を落としながら四方八方を飛び回るポケモン。群青の海岸が豪雨ならボルトロスがいるもかもの。あ、条件がそれぞれあるんだ。吹雪、嵐みたいな感じか。ランドロスはの、畑の神様と呼ばれるポケモン。どうやら黒曜の原野で見かけるらしいでの。一つ捕まえてくれんかの。なるほど、そうかそうか。時空の裂け目に反応したのか、はたまた気まぐれで姿を見せたのか。嵐を起こしたり雷を落としたり、肌迷惑だろうが自然には必要じゃ。詳しいことはそなた自身で調査せ。ランドロス、トルネロス、ボルトロスの図鑑が完成させたなら声をかけるのじゃ。図鑑完成か。翡翠の化身たち、わかりました。じゃあ、イニシエの隠れ里に行く必要はまだまだあるんですね。
サブ任務が発生してるかと思いきやそういうわけではなかった。今のがサブ任務だったのね。了解。じゃあこんなもんかな今回は。じゃあ最後にちょっと皆さんにポケモンの進化をお見せしたいなと思います。っていうのもですね、めちゃくちゃ育て上げるの辛かったポケモンいるんですよ。あ、待ってるじゃん、ほら、おどししがさ。そうなんですよ。あれ、今回ポケモン条件ね、すごく進化させるの難しくてですね、そのせいでかなり時間かかってしまったんですけど、この2体な、進化させる条件を満たすまで頑張りましたよ。じゃあ、お見せいたしましょう。これね、はい。ハリー戦はハリーマンに進化した。 OK です。条件はね、多分ね、毒ハリセンボンというこの技を力技で20回達成したのかな。脅ししも一緒で、バリアラッシュ早技で20回使ったのかな。それで進化条件となってるみたいです。OK です。ということでハリーマンとアヤシシゲットいたしました。アヤシシは特にね、親分ポケモンなのででかいと思うよ。よいしょ。おー、でかいね。俺がいつも乗っているやつよりちょっとでかいんじゃないね。はい、ハリーマン十分でけえな。ガブリアスもでかい。はい、でかっ。わー、アヤシシよりでけえ。めっちゃ俺のこと見てるやん。でかいなお前ら。こんなんもう牧場の前で解放させてたら他のみんなもうビビっちまうよな。あ、はい、じゃあどうしましょう。 OK、 じゃあ今回ここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価を。わークルセリアがいる。わーフーディンがいる。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。